どうもサボリです。テラリウム、簡単テラリウムを作ってみようと思います。あ、ちょっとね、悪くなってる。忙しくて3日間放置してたんですよ。大丈夫か、ちょっと大丈夫か。これ悪くなってるかもしれない。腐ってやがる。早すぎた。何種類買ってきたのかな。これこれ、あ、これちょっとそれぞれね紹介します。これはね、熱帯魚屋さんで買ってきたんですよ。遠征した時に熱帯魚屋さんで買ってきました。以前立ち上げたテラリウムあるんですけど、植物を植える時に悩んだんですよ。果たしてね、ホームセンターの園芸用で売ってる植物でいいのか。農薬ついてたらエビがいっぺんに全滅しちゃうんでね、結局心配がないワビ草とコケとそれと水草用のやつやったんですけどね、今回これはテラリウム用の植物です。うん、ちょっと紹介しますね。全部でね4種類かな。これは何類だ、何類か分かんないです。下の方にねコケが生えてますね。ちょっと枯れてます。うん、で名前が、名前書いてるよ。タマシダグッフィー、タマシダグッフィーか、シダ類ですね。シダ類でした。タマシダグッフィー、はい。そして次にこっちのシダ類、これ名前書いてないな。あー、悪くなってる。ちょっとねこれ札がついてませんね。名前はちょっとわかんないんですけど、ミクロソリウム系ですね。ちょっと悪くなってる。それとね、下の方になんかちっちゃい可愛らしい葉っぱが、何かちょっとわかんないんですけど、別の葉っぱですね。これは全部値段は一緒かな。680円ぐらいかな。はい、続きましてこれ、ちょっと折れてるぞ。これ折れてるよ。赤系の葉っぱ、名前は書いてあります。クリプサンタスノビスターですね。うん、名前が言いづらい。うんこれもうもげてますよこれ。そして一番でかいやつ、これもうなんか悪くなってるもんな。悪くなってる。なんかここら辺も、ここら辺も根っこなのか。これこれもね、ちょっと状態が悪いね。あー、ちょっとね忙しくて放置してた、それで悪くなったかもしれない。名前はまだない。あった、クリプタンサスグリーン、クリプタンサスグリーン、うん、クリプト系かな。これらの4種細かいの入れたらもう少しあるかな。はい、これでレイアウト組んでみます。テラリウム素材はね石と流木があるんで、ちょっとやってみますね。はい、今回はねソイルでやってみます。聞いたんですけど、園芸用の土でもいいしソイルでもいい。はい、これぐらい、これぐらい、これぐらいかな。パウダータイプも引いてきます。よし、なぜスコップ使わない。石組み、石でかいな。枝切るか。枝は切ればいいんですよ。枝を、そして石、いやーこれ難しいぞこれ。とりあえずこんな感じですかね。そしてね、一回地面濡らすか。軽く地面濡らして、そうですね、これから行く、これから行こう。
ちょ、石邪魔だった。石どけて。難しい、ちょっと細かい作業。相変わらずね、立ち位置がないんですよ。穴を掘る。そしてそこにね、これ活着系だからな。活着系なんで。ちょ、石、お前邪魔。わかるこれ。そしてこれだな。これですね。パカッ。向きは？意外に根っこが欲張りすぎたか。欲張りすぎた。容器が狭い。欲張りすぎましたね。これ育ったらもう無理だろこれ。ちょっと全体的に枝とかいらない。枝いらない。枝なんてね、埋めてるスペースない。そして赤いやつ。赤いのはワンポイント。根っこが高いから後ろだ。ちょっと失礼。とりあえずこんな感じ。ちょっとね、ちょっと立ち位置がないんで、ちょっと整理します。一旦整理する。これあれだな、エアプランツに似てるな。ちょっと整えよう。素材いらなかった。狭かった。ちょっとしだらい切ろ。 ADA しだれちょっと切って、よし、ちょっともったいない。よし、最後は仕上げ、霧吹きかけで。できた。ちょっと片付けよう。大変なことになってる。完成しました。あ、超汚い。流木とか石とかはね、収まりきれませんでしたね。けどね、そこそこうまくいきました。うん、ちょっと詰め込みすぎた。詰め込みすぎたかもしれませんね。もう少しね、なんていうのかな、苔が見えてもいい範囲、そういうのを作りたかった。うん、これじゃね、苔のスペースないですよね。うん、そこら辺がちょっと反省点かな。欲張りすぎました。でね、この草はね、
強い光がねダメらしいですね。だから照明がいらない窓際のレース越しカーテン、うちではブラインドなんですけど、そういう弱い光がいいんですよ。あれですね、助かりますね。ただ心配なのはやっぱり湿気ですね。毎日のこういうのは欠かせないかもしれない。これはちょうどね、肥料が入ったスプレーです。うん、以上、卓上テラリウムでした。ありがとうございました。いやー、もっとね、部屋中に飾りたい。部屋中にこういうの置きたいぐらい楽しい。どうなんだ、ホームセンターで売ってる観葉植物でいいのかな。